こんにちは、粟田洋介です。今日は座って描くか立って描くか、そして狭い部屋で大きい絵を描くということと、イーゼルの代わりになるものというお話をしたいと思います。立って絵を描く、それとも座って絵を描くってことをたまに人から聞かれます。まあその時によってとか、まあ私の場合は立って描いた方が描きやすければ立って描くし、座った方が描きやすければ座って描く、疲れたら座るとかって、そんな感じですね。まあ私の場合ですけど、子供の時から画家って言えば、なんかイーゼルの前に立ってとか、なんか高いスツールに座って、なんか絵を描いてる姿を想像しますね。なんかベレー帽とか被って、まあそういうイメージって人によって違うと思うんですけど、まあそういうのはイメージに過ぎないと思います。で、これまで何年もたくさん絵を描いてきて思うことは、まあ自分が描きやすいように、その状況に応じて立ったり座ったり、机の上で描いたり、イーゼルで描いたりすればいいんだと思います。YouTube 動画では私は椅子に座って机の上で絵を描いています。その方が撮影しやすいんですよね。イーゼルだと自分自身の体が邪魔になって、まあこっちからとかこっちからとか、斜めからしか撮ることができません。映像が斜めになっちゃうんですよね。なので机の上だと、真上からっていうのはちょっと難しいですけど、斜め上から撮ることができるので、まあ正面に近い状態で動画を作ることができるので、私は机の上で描いています。で、立って描くとか座って描くってことなんですけど、座って机の上で絵を描いてると、このぐらい小さい絵だと全体が見えるんですけど、このぐらいの大きさになると、座って机の上からって感じですと、まあこのぐらいの距離ができて、ちょっとこの角度をちょっと、まあこういう風に起こすなり、まあちょっと立って距離を開けて全体を見るような感じの方が描きやすいんですね。なのでこれよりもちょっと大きい、このぐらいの大きさになっちゃうと、まあ全体見えますけど、まあこれが縦だった場合は立って全体見るぐらいの感じになるんじゃないかなと思います。で、このぐらいの大きさになっちゃうと、ちょっと立たないと描けないですね。横だったとしてもちょっとやっぱ立たないとちょっと見えないし、この大きさになるとやっぱイーゼルですね。この上から下に絵を描くときは、まあ座ったり立ったりするんですけど、まあ机の上に置いとくと、立ったところでこんなぐらいにしかならないんですけど、床に置けばもうちょっと高いところから見下ろすことができるんで、全体がもうちょっと見えますよね。まあ最近あまり大きい絵描かないんですけど、まあ大きい絵を下に置いて描く場合は、床の上に置いて立って全体を見て、しゃがんで絵を描いて、でまた立ったり座ったり立ったり座ったりしながら描くことになります。では、イーゼルで描くときですね。このぐらいの絵だったら、私だったらこの大きさだったらイーゼルに描きたい大きさです。このぐらいの大きさだったら、なんか座ったまんま全体結構見れるんで、こういう風に座って描いちゃうと思うんですけど、まあ全体見えないようだったら、こういうちょっと、まあ全体が見えるまで後ろに下がって、で、で見て、そんでまた戻って、で描くみたいな感じですかね。まあさっきも言ったんですけど、私あんまり大きい絵って最近描かないんですけど、昔すごい大きい絵を描いた時に、部屋の端から端まで下がっても全体が見えなかったので、外に出て窓から部屋の中にある絵を見て、それで全体チェックして、また家の中に入って、で描き足して、でまた外に出て、で中に入って、外に出て、中に入ってっていうことを繰り返して絵を描いたこともあります。広くないところですごい大きい絵を描くときは、全体を見るために鏡を使う人がいるってアーティストの友達に聞いたことがあります。まあ鏡で見れば、こっちに鏡があったら2倍の距離になりますから、2倍の距離離れたことになりますね。もう1枚こっちに鏡があれば、こっちとこっちで写して、もっと遠くから見たような感じで全体を見ることができるので、鏡を使うという方法もあります。私の場合は立って描くとか座って描くっていう理由は、作品の全体を見るために、距離を空けるために立って描いたりします。まあずっと立ってたり座ってたり疲れるんで、まあ立ったり座ったりって、そういう理由もあったりします。あとは机で描くとずっと下向いて描くことになるんで、イーゼルだとこういう感じで描けるんで、そういう違いもあると思います。あとはライブペインティングとかの時に、その描いてる作品がこうやってポンと置いてあると見づらいけど、こういう風になったら見やすいから、壁にこうやってかけて描くとか、まあ大体イーゼルで描くことが多いです。あ、でも机のいいのが、こう手を机の上にこうやって置いて描くと楽です。だけどこういう風に描いていくと結構肩が疲れてきます。
で、なんか昔の有名な作品だと思うんですけど、イーゼルに向かってストールに座って絵を描いてるアーティストが、なんかこういうスティックをこうやって、ここにクッションついてるんですけど、こういう感じで描いてるなんか絵があって、あ、これ頭のいいアイデアだなと私思ったんですけど、こうやると肩も疲れないし手も安定するんで描きやすいんじゃないかなって思います。多分これでずっとやったらここが痛くなっちゃうと思うんで、もうちょっと広い面積でちょっとクッションなんかついてるといいかもしれないですね。で、私の後ろにこのある壁なんですけど、これパネルで、昔ブースイベントとか出てる時に使ってたパネルです。なんかね、イベントがない時は昔これをイーゼル代わりにしてて、板のところにネジを2本こうやって入れて、そこにキャンバスをかけて絵を描くっていう感じでやっていました。この何も描いてないキャンバスをいくつかこうやって貼って、でこっち描いて、でこっち描いてこっち描いてって同時にできたんで、結構それ便利です。で、イーゼルを持ってない人がこの角度で絵を描きたい場合は、壁にキャンバスをかけて絵を描けばいいと思います。まあ壁を汚しちゃうとかそういう心配がありますよね。したら何でもいいけど、シートを用意してゴミ袋でもいいです。こうやってピンで止めます。それで2つあるといいんですけど、こんな感じでピンを2つ刺します。ピンを2つ刺すんですね。これキャンバスの枠なんですけど、キャンバスをこうやってかけて、それで絵を描けば壁は汚れないし、この角度で描くことができます。借りてるお家で壁に穴を開けたくないっていうのをよく聞くんですけど、まあ、ピンの穴なんで後で穴埋めすれば問題ないと思います。もしも借りてるお家でピンの穴すら開けられないという場合は、なんかパネルとかベニヤ板かなんか、それをポンって立てかけて、それでピンなりネジなりでこんな感じで止めて、好きな高さにこうやって穴開けて、でこういう感じでキャンバスかけて描くって、まあ簡単ですよね。そういう風にすることができます。これ結構分厚いベニヤ板で、私は絵の具をぶら下げるのに使ってるんですけど、さっき言ったイーゼルの代わりにこういうのもなると思います。で、ちょっと高さが欲しかったら、もしくはこういう椅子をこういう風に置いて、それで椅子の上にこのキャンバスを置いて、で立てかけて、それで描くっていうやり方もあると思います。直接ね、こうやって床に置いてこうやって立てかけてもいいし、イーゼルなんかなくてもいくらでも描く方法があります。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。